いつも僕は朝ね、ある番組のラジオを聴いてます。で、土曜日はいつも曲の思い出というのね、それをやってますよ。で、それで僕はこれ月に一回こういうようなことをやらせてもらってるけれども、やっぱりそれにまつわる思い出というのね、やっぱりあれそれぞれがやっぱりそれぞれが持ってるわけやねんね。ほんで、はがきとか手紙を来てね、歌のその曲の前にそれをその人は喋るねんね。ほんならものすごいその意味がね、苦労してきた話とかね、いろんな話をその手紙とかはがきでやってくれませんね。で、それをラジオで聞いとって、で、自分が知ってる歌やったら一緒やなぁいうような感じの歌もありますね。ほんで、全然知らんかった歌もありますわね、絶対に。全部は全部知ってるようにちゃうから。で、知らんかった時は、こういうふうな思いでこの人は聴いてんねんなぁと思ってね。で、ここへ来ても、まあ、知ってる歌、知らん歌ありますわね。まあ、知ってる歌は、それぞれ自分が想像してね、この人はこういう風な人と違うかなと思うんでね、それ誤解してるかわからんけどね、その歌で、まあ、ものすごい思い、そのまつわる話やからね、この人はこういう風な思いでこの歌を聴いとってんなとかね。ほんでやっぱり自分が想像してるだけでね、ほんまにここでその人が喋ったらね、全然ちゃうかったわ言ったらね、ここの中で、えらいどうもすみませんってね、なんねんけどね。で、ここではあんまりドライブね、そういうようなことを喋ってくれへん人多いからね、やっぱ分からんわけやんさ、どういう人なんかなっていうのはね。で、やっぱりその思い出いうのはそれぞれ1曲や2曲は絶対あると。で、いろんな思いをしてうどうてんねんなというようなことは分かんねんね。で、今回その歌でも南国土佐を後にしていう歌もね、やっぱり僕自身ものすごい思い出いうかね、もう親父はもう40年前にもう亡くなってんねんけどね。その時に高知とはちゃうねんけど、四国から出てきてね、四国から大阪に出てきた時にね、こういうような思い出いうかね、こうやったいうのをちょこっと聞いたことはね、あんまり喋れんかったけどね、もうそれぐらいですよ、喋るでもね、それぐらいしか喋ってへんねんけど、ほんでまつわる話聞いて、こういうことやるやってんなぁ、いうのはね、今思い出して、やっぱりこの年になって、それが分かるんだね。この年になれへんかったら、おそらく分からんかったなと思うわ。したら、それぞれがやっぱりそういう思い出のまつわる話があるねんなぁ、いうね。で、ここで、まあ、毎年一回聞くたびにね、この人はこうやって歌うてんけど、こういうふうな思い出があんねんなぁ、いうね。想像して僕は聞いてますね。他の人は分かりませんよ。どういう風に聞いてるか、僕はそういう風に聞いてる。で、ここでほんまにそういうことをその喋ったらね、全然ちゃう人やったなぁいうようなこともあるからね、それはもう自分の心の中ですいませんという風に思ってます。じゃ行きましょうか。満足した。もっと喋りたい。いやいや、面白い話はネタはないから、Thank you.
Thank you.